Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Leonardo Da Vinci and his concocted death date. It is said that he died on may the second at age sixty seven. This death date of his was, however, concocted by ミケランジェロはカッシーナの戦いと呼ばれる奇妙なスケッチ画を書き残しています。私がレプタリアンの群像と呼んでいるスケッチ画です。このスケッチ画の中には 175027もしくは775027という数字とともにボスニア語でイボット、つまりライフ、つまり生きているという文字が隠し込まれています。林弘氏が発見したことです。これについてアタグさんという方より77はイエス、50は復活、27は聖書という意味であることを教えてもらいました。 これらの隠し文字を解読すると聖書によればイエスは復活するという意味になりますがそれだけではありませんでしたこの数字の中の752に着目してくださいこれらの数字はダヴィンチの死亡日と一致しますダヴィンチは67歳の5月2日に死亡したことになっていますつまりその日に合わせて死亡したあるいは 死亡したこととにしたとここまでの話ならただ単なる偶然こじつけということになりますがそのカッシーナの戦いの絵の中には足の皮を剥ぐダヴィンチ自身が描き込まれていたのです右端下の花冠をかぶっている男性がそのダヴィンチですミケランジェロはこのような形でダヴィンチはレプタリアンであり67歳で歳で 5月2日に死んだことになっているが死んでいないつまりまだ生きているということを私たちに訴えていたのですそれをこの動画の中で順に説明しますでは画面を見ながら説明しますこれがカッシーナの戦いと呼ばれている絵ですこの右端 下にいるのがレオナルド・ダヴィンチです。頭に花冠をかぶっています。足の皮を剥いでいます。ここに描かれているのはみなレプタリアンです。背中に独特のヒレがあります。そして何人かは自分の体の皮を剥いでいます。まあ、これがレオナルド・ダヴィンチですね。で、もう一度この絵に戻っています。で、 この絵の右下にいるのが今言いましたようにレオナルド・ダ・ヴィンチですで。これを反転してそしてダ・ヴィンチ自身が描き残した自分の実像のということになりますけども絵と比べてみると同一人物であることが分かります左がミケランジェロ右がダ・ヴィンチ自身が描き残した自画像ということになります細かいところをこうして精査していくわけですね まあ小さな小鼻もコンセプト。まあ、見た感じ、顔というのは同一人物かどうかということは分かるわけです。ほっぺたの下のコブのようなものが特徴です。そしてら小さな耳、耳たぶですね。そして小さな小鼻。そして突き出た下、顎そして広い口などがダビンチの特徴です。そして鋭い目。薄い眉毛。ですね。それから三白眼ということになります。 まあこうして比べていますとですね、絵ですから多少違うかなという感じはしますけども、正確にまあミケランジェロはダヴィンチの顔を模写していたと,こということになります。もう一度ダ、ダヴィンチの実像に迫っています。これについてはもうすでに2年以上も前から精査してきたことですけども、ここでも簡単に説明させていただきますま。これがダヴィンチ自身が書き残したスケッチ画ですよね。これがあの64歳の時に描いた絵と言われています。 で、絵ということになってますけど、題はアマンです。これがその1年前の63歳の時に描かれたダヴィンチ自身の自画像と言われています。つまり、右の方があの後に描かれたということですよ。そして、この両者は全く同じなんですね。えー、左の方は右の、まあ、絵をですね、加、ま、工、あ、したか、あるいは髪の毛をつけたか、あるいは髪の毛を取ったかというところで、まあ、細工が加えてありますけども、この両者の、まあ、人物は同じ人物であることを皆さんはお気づきになると思います。 いいですか、皆さん。順序があべこべなんですよ。右の方が後に書かれたんですよ、1年後に。左の方があ先に書かれたということですね。すなわち、ダヴィンチは先に老人の絵を描き、後に若い方の顔を描いたということですね。順序があべこべたということです。そして、こういう時はですね口の唇のここの、こうした傷に注意してください。 両者がが同じであることに気がつきます。それからダヴィンチの上の絵はですね、まあ、下の顔の輪郭の上にひげ、えー、などをかきさしたということがわかります。中盤観察しますと、えーまあ、シワの上にひげ、ね、などが髪、髪の毛などが乗っているのがわかります。ですから、下の輪郭が見えるところがあります。要するにこれは作られたダヴィンチの巨像ということになるわけですね。ですから、まあ、こうして腫れ合わせてみても全然違和感がないわけですね。そして三白眼であるということです。でまあ 細い眉毛なども、まあ、あの左の方は太く書き出してありますけどもね、それでもその上の細い線は残ってますね。で、こうして、まあ、自分の自画像をせあの作ったということです。私もまあちょっとこうして自画像を作ってみましたが、まあ、このようにできるということですよね、要するに、まあ、こうした方法でこの左、この私たちが思っているダヴィンチの像というのは。 捏造されたものであるそして前回、えー、証明しましたけども、これは 3D モデリング方式で、まあ、加工して作られた絵であるということですね。右はアンマーンとなっています。まあ、た男という意味ですよね。で、これがあのその前の、あのまあ、いわゆる、まあ、3D モデリングをですね、で作った画像をですね、プリントアウトしたものと考えられます。髪の毛だけは違うというのは、これはギリシャ彫刻、ガンダーラ彫刻に、まあ、共通する点です。 で、もう一度このダヴィンチの絵を見ていただきたいんですけども、このダヴィンチの顔はですね、あのまあ、ダヴィンチはですね、まあ、生涯1枚しかこうした自画像を残さなかったと言いますけど、それは逆なんで、彼が描いたほとんどのこういう人物画は自分をモデルにして描いていたということですね。これらすべてレオナルド・ダヴィンチです。細かいところ、違いがない。 目を見つけることができないという意味ですべて同一人物ですがそれがおかしいわけですよね。老いも若きも同じ共通す 共通性を持った絵が描かれているというところはおかしいわけです。私の顔なんかもどんどん変わってますからね。まあ、これが、こうして右がアンマンの絵、左がダヴィンチの絵、そしてアンマンの絵が後にできた。そして左の絵が先にできているということ、1年前にできているんですよね。そしてこうして並べてみますと、これらはみんなダヴィンチであるということですね。で、下の2枚がこれが本物の自画像だと思います。その証拠にていますかね、他の人たちと一緒に描かれているということですね。あの下の2枚は。 あの他の絵は1枚で単独でできますけども、まあ、現在でもです、ね、モデリングああの、いわゆるテクノロジーを使っても、2人の人間を同時に加工するということは、まあ、できないと言ったらいいのか難しいですわね。ですからまあ高度な技術が必要だということです。まあ、こうして比べてみますと、このアンマン n といわれる人は同じ人物だということが分かります。注目をご覧ください。 同じですね。細かい傷、こういうときはあの私は細かい傷を、まあ、人がね、あまり注意しない、あるいは逆に言いますと、ダヴィンチ自身が、まあ、見逃したような細かいところを私はあの精査するようにしています。で、これはケーミアさんが教えてくださったんですけども、3D モデルを作り、それ,ってそれを、まあ、あの落とし込んで作った絵で,絵であるというふうに、まあ、言って書いてくださいました。ケンミアさんはこの道のあトップクラスの専門家です。 そして、この髪の毛だけは違う。髪の毛は除外してくださいね。なあち、右の絵を傾けたのが左の絵ということになります。まあ、これが私たちが知っているダヴィンチの絵ですけども、まあ、別のところで精査しましたけど、髪の毛の向こうに輪郭が見えてますね。えー、ですからまあ、輪郭を先に描いて、その上に後に髪の毛を描いたという人も、解消ができなくはないんですけどもね。普通はそんなことしませんね。で、まあ、 この、まあ、チューブストアさんがですね、このスケッチを送ってくださって、これは誰か調べてほしいっていうんですけども、これも先ほど言いました、ダヴィンチの,、まあ、あの自画像ですね、いわゆる、まあ、あのバリエーションの一つ、あるいはひょっとしたらバディ、 ダヴィンチ自身がこんな顔をしていたかもしれません。ダヴィンチが書き残したセント・ジェロームの顔と酷似しています。セント・ジェロームということは自分自身だったということになるわけですね。まあ、こうして耳の下のこぶが特徴である、細い眉毛が,が特徴であるとかね、口が大きな口、歯並びが悪いですね。それから細かい歯で歯の数も人間の数よりも多いように感じます。そして太い頬骨。こうしたところがダヴィンチの特徴と一致します。で、今度は別の絵は、これは貴婦人と、まあ、男という。 テーマだったと思いますけど、そういう題であの紹介されている左の絵はですね。で、この絵もダヴィンチなんですね。あの目、それが鋭い目ですからこういった特徴をあの順にさらっていきますとですね。これら皆同じ一人の人物すなわちレオナルドダヴィンチだということになるわけです。細いまあ、鼻でその二つに割れてますね。顎も二つに割れています。そういったところがまあ、ダヴィンチの特徴ですね。あの、鍵場なんて言いますか？ワシバ花って言いますかね？でこの 目の下のこぶとかそういったところを精査していきます。特にこぶですよね。あのまあ、ダヴィンチはレプタリアン独特のこぶがあったということになります。それで目の付け根のところのイボなんかも一致します。 でこのように考えていきますと、これはすべて、リオナルド・ダヴィンチだということになるわけですけども、どれが実像かと言いますと、やはり右の下2つですよね、2枚です。これがダビンチの実像ということになります。先ほど言いましたように、他の人物と一緒に描かれているという点でですね、はっきり言えばプリントアウトされているという点で、実像ということになります。 まあこうしたあの線もですね、非常にこう、正確に描いてあるんですね。これはあの、の何て言いますか、高度なテクノロジーを使った、描き加えたライン、あるいは影だというふうに私は理解しています。いわゆるまあ写真技術を使って描かれた絵だということですよね。まあ、こうしてダヴィンチの絵は出来上がったということですけど、この絵ですね、これはリオナルド・ダヴィンチだということになる。リオナルド・ダヴィンチです。ということなんですね。 でもう少し精査していきます。これが今日のポイントといいますか、重要なポイントです。これは先ほど言いましたように、レオナルド・ダ・ヴィンチだということですね。で、まあ、このかなり以前にこれを精査して発見しました。で、これはあの、まあ、こうした人物像ということになってますけども、全体的に見ると雰囲気は似てるんですけどもね、まあ、あのこの中にいろんな人物が描かれてるいますけども、えー この一番左のがレオナルド・ダヴィンチだって、このように、まあ、いろあの他の人と一緒に描かれているという意味で、ねあの、いわゆるソリディーデモデリングテクノロジーが使いにくいといいますか、まあ、これから先に、ね、人間はそういった技術を開発するかもしれませんけれども、今のところ大変難しいというかできないようですわね。そしてこうして比べてみますと、特徴が一致していくということなんです。目なんかも同じですね。三白眼の白い目、そして歯並びの悪い口。 というところに注意してください。まあ、小さな小鼻それから耳の下の小ぶ、小さな耳たぶ、それからしわですね、顔のシワがこぶこぶこぶとなっています。それから目の付け根にあのイボがありますね、あのこのダヴィンチには。それから目尻がですね、あの3本、4本の線に分かれています。細い眉毛。それからあの鼻の途中がですねふとふ、やや膨れてますね。そして細く伸びてて、鼻の先が割れていて、小さな小鼻。これは全部あのダヴィンチの特徴です。 ここを起点に、まあ、こういったことを今申し上げたことを基準にして考えていただきますと、まあ、そのダヴィンチに残した絵がですね、絵がダヴィンチ自身であるかどうかということを簡単に見分けていただけるようになると思います。この目の付け根の,付け根のイボですね、なわちこれは両者同じです。すなわちすべてリオナルド・ダヴィンチだということです。なすなわちすべて、まあ、一致するということですね。特にあの目の鋭い目なんかに注意してください。 ということで、これはダヴィンチだということを皆さんに納得していただけたと思います。つまり、これと同じ人物をミケランジェロが先ほどのレプタリアンの群像の中に書き込んでいたということですね。もう一度最後にこの一番重要なポイントですから比べてみてください。まあ、やや、ね、あの傾き顔の傾きは違いますけども、まあ、鋭い目などがダヴィンチの特徴であり、それが表現されている。すなわち、これはレオナルド・ダヴィンチだということです。 まあこんなことを、ね、発表したのは林博士が世界でも初めてです。そこで、えー、捏造された、えー、死亡日ということをもう一度皆さんに見ていただきます。こ,のこれは隠し、まあ、とま絵文字ですね。で、ここの右下にダヴィンチがいますけども、このダヴィンチは靴下を履いているんじゃないんですよ。履いているのではなくて、皮を履いているんですよ。これは、あの、岩窟の成分の中のマリアなどにも表現されています。 それから、アンと聖母子の絵の中でも、皮を剥いでるイエ,ス、まあ、イ,エイエスなどが表現されていますが、この人もイグフを着るんじゃなくて、皮を剥いでるんですね。真ん中の人もベロッとズボンを抜いてる、皮を剥いでるんです。これはあのイナンナになります。イスタールです。これは別の絵で証明しました。それから、これを別の動画でね、これは足を剥いでる。そして頭に冠をつけているところに注意してください。冠をつけるイコール王であることを示しています。 そして、足の皮をベローっと吐いてるんですよね。まあ、いわゆる顔を剥ぐ種類のタイプのハイブリッド型人間であったということになります。なあち、これはダヴィンチ、ダヴィンチということになります。そのダヴィンチをミケランジェロはカッシーナの戦いの中に描いていたということになります。で、この棒に注意してください。棒の向いているところに、私、この棒を、ね、あの線を引いてみて、これが重要な文字ですよということを示しているというふうに私は発見しました。 で、この棒のところに、まあ、隠れている数字を言いますと、7、5、0、そしてダヴィンチの2となります。この棒が意味,は意味がありますよということで、棒を書いたというふうに私は解釈しています。棒を伸ばしてみますと、7、50にぶつかります。他の文字には棒が,棒が描いています。 つながっていません。つなわち、7502が重要な文字なんだよということを、ミケランジェロはこういう形で示したわけです。そして、イボットという隠し文字を隠し込みました。イボットというのはスボスニア語で、ライフという意味です。このイボットはです、まああの まあ、ボスニアというのはイタリアの、ね、ちょうどあの反対側と言いますか、海を挟んだ反対側ですから、当然行き来があった場所ですよね。ですから、ミケランジェロがボスニア語をしていたとしてもおかしくないし、まあ、そういった意味を持たせたとしてもおかしくないわけです。で、イボと生きている生命。 という意味なんですね。なあち、67歳で死んだ5、5月2日に死んだと言われているダヴィンチは生きている。この赤い線が数字の重要な7502が重要だということを、まあ、ミケランジェロはこういう、まあ、棒によって示したわけです。いわゆる、まあ、これがミケランジェロが私たちに残した、まあ、暗号ということになります。 7502ですね。なあち、67歳。5月2日にダヴィンチは亡くなったってことになってるわけです。となるとおかしなことなんですね。その日に合わせて、えーまあ、いわゆるその775022、7, 7, 5, 0, 2, 2, すなわち、えー、イエス復活聖書という意味だそうですけども、イエス復活聖書、すなわち、イエスはこのようにして復活したと。 またするという意味も取れますけどもね、それはそういった隠し文字の解釈として挙げられますが、やっぱりこの棒の先ほど伸ばした棒の位置関係から考えて7502、すなわち67歳の5月2日に死んだことになっているけどもダ、ダヴィンチは死んでいない。この絵がねダ、ダヴィンチの死んだと言われている日の前に書かれたとしたら、ビンゴですけどもね、後に書かれたとしたら、ミケランジェロは、 まあダヴィンチは死んでいないという強烈なメッセージをこの絵の中に隠し込んだということになります。左が皆さんごあのよく見てください。これがレオナルド・ダヴィンチの実像です。そして右があー、いわゆるレプタリアの群像の中にミケランジェロが描いたダヴィンチの像ということになります。 で、もう一度おさらいしておきます。えー、これをアタグさんという方が教えてくださったんですけども、775027というのはイエス、ジーザス、リアグですから5例、復活ですね。ですから、バイブリスのは聖書ですね。すなわち、イエスは復活する聖書。すなわち、まあ、私のいわゆるダヴィンチ、1500年後のイエスであるという論ですね。と 組み合わせて考えていただきますと、この謎が解ける。なわち、ダヴィンチは少なくともハイブリッド、あるいはそれ以上のあ、まあ、神であったということになるわけですね。ですから、1500年後のイエスであったという説の私の補強ということになります。まあ、そして、5月2日に67歳で死んだことになっているけれども、そしてダ、ダヴィンチはですね、えー、自分の,その,あの老人のね、えー 像絵をですね、あたかも、まあ、自分の自,自画像であるかのように捏造してそして死んだこ、まあ、その日に死んだことにしてこの,世をこの世というかこの場を去っていったということになります。というのが、まあ、この今日の話の主題です。 なわち、少なくとも、ダヴィンチは67歳の5月2日には死んでないよってことになるわけですね。それは、レプタリアの群像の中の棒を伸ばしていただくと、その数字の意味が正しく理解していただけるものと思います。続くビデオ、どうかご覧になってください。まあ、少しショッキングなビデオですけども、まあ、どうかご覧になってください。Bye for now! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story starts with a mail from Mr. AKR4285-san, a mail in which Mr. 4085 san has reported about a program broadcasted on NHK. The program was on the Battle of Kashina painted by Michelangelo Branotti. My idea is, however, quite different from these ideas mentioned and explained in the program, and here is my answer to the very mysterious painting by Michelangelo Branotti. It is up to you which one of our ideas you take to believe. Mine or Japanese scholars? AKR4285-sanからこんなレポートが届いています。 カシーナの戦いについてのものですがおととい NHK でその絵画が紹介されていたというのです私が今まで説明してきた解釈とは全く違う内容のものだったようです AKR4285 さんからのメールをそのまま紹介させていただきますがその内容はウィキペディア百科辞典の英語版そのままであることに驚きました その英語版もそのまま紹介しておきますので、興味のある方はどうかお読みください。で、それはともかくも私の説と NHK の説、どちらを信じられるかは皆さん自身の問題ということになります。皆さんご自身でどうか判断してください。続けて私が以前作りましたビデオをそのまま紹介しておきますので、そちらもどうかご覧になってください。で、私の率直な感想です。 私はあのウサギとカメの話のカメということになります。世界がまだ眠っている間に私はこうしてさらに前に進みます。AKR428 五さんからのメールを読み私はそう感じました。AKR428 五さんどうもありがとうございました。ということで今、AKR428 五さんからのメールを皆さんにこうして紹介しています。まあトークを指差し敵の襲来を告げるもの。 というふうに書いてありますね。そして、まあ、ラタイ彫刻の美を、まあ、追求したものであるというようなことですよね。で、ウィキペディアの英語版の方にも全く同じことが書いてあります。まあ、まあ、さらに言えばですね、英語版の方がさらに詳しいということですね。その前後の、まあ、ことをですね、詳しく説明しています。 まあ、このあたりから同じになってくるんですね。Army was initially taken by surprise. 突然の襲来に驚くと。まあ、そういったこと、内容ですね。そして、サルン、ピサン、アタックと。まあ、それにはね、ピサンの攻撃、突然の攻撃でね、えー、そちらの方向を指さしているという表現も次に出てきます。ここですね。p o i n towards t、uh, a ピサンポジションと。ピサンの方角を指で示していると。 まあそういった様子を表したものだ。そしてここにね、Naked Male Figure と。まあ裸のね、まあ人間といいますか男性の像を、まあこのような形で、えー、ミケランジェル・ブラノティは追求していると。そういうことですよね。まあ続くビデオどうかご覧になってください。判断なさるのは先ほども言いましたように、あなた自身ということになります。Bye for now. Hello. This is Atago Kemiya and Hiroshiyoshi Japan. The last message from Leonardo da Vinci. The last message in which he says Jesus Christ is still alive, or at least Leonardo did not die on the day of May the second at age sixty-seven. で、今日の物語はこのベネチアーノの絵で始まります。ベネチアーノは大変奇妙な、まあ、スケッチ画を描き残しています。一番向かって左側に立って足の皮を剥いでいるのがイシタールと思われます。 イスタールのヘブライ名はマリアです。そしてこの絵の中に1502という数字が隠し文字、あるいは一文字の形で描き込まれています。この1502は何を見するか、すなわち5月2日、ダヴィンチの死亡日と一致するということになるわけですけども、それについてケ、ケイミアさんの方からですね、それはおかしいと。えー、2をですね、2桁の表示、 で、書くようになったのは、それは、デジタル表記するときの言い方であり、さ、まあ言えばですね、最近の言い方であって、まあ、ミケランジェロもしくは、ベネチアの時代にはそういった表記方法はなかったのではないかということなんですね。で、それ、なるほど、その通りだと思いますので、それについて検証はもう少し後にしていますが、まず、ミケランジェロの描いたレプタリアンの群像の絵を見ていただきたいと思います。この右端に座って、やはり足の皮を�いているのが、レオナルド・ダヴィンチということになります。 で、ミケランジェロはこのような形で、まあ、なんて言いますかね、ダヴィンチはレプタリアンであることを示したわけですけども、同時に、まあ、この中にはやはり数字が隠し込まれていました。で、これが、あまあ、 ダヴィン,、ね、ンチ自身が書き残した自画像と比べてみるとわかります。なあち、ミケランジェロはダヴィンチの自画像を知っていて、そしてそれを、まあ、模写して、この絵の中に書き込んだということになります。そしてこの、えー、レプタリアンの群像の中のこの人はですね、頭に花冠をつけています。なあち、この中の王であることを示します。まあ、キング・オフ・キングということになるわけですね。 そしてこの絵に戻りますけども、このレプターネの群像の中にもやはり隠し文字が隠されています。で、その前にこの棒を持っている人がいるんですね。この棒に着目し、その棒を延長してみますと、750まで示します。そして7502。そしてダヴィンチの姿へとつながるわけですね。すなわち7502が特に重要な意味を持つ数字であるということをこういう形で示したと私は判断しました。 で、この数字をどう解釈するかですけども、一番左足の位置をですね、7とも読めるわけですね。775027とも読めるわけです。そして、イボットという、まあ、ボスニア語でですね、命、生きているという意味を表す一文字が書き込まれています。イボット。まあ、あの、イタリアの反対側ですからね、共に行き来できる距離にあったことは間違いないようです。そのボスニア語でイボット、なおち生命、l i f e live、生きているという意味を表します。 そして、この数字をどう解釈するかということなんですね。で、まあ、上がベネチアーノの書いた一文字、下がミケランジョの書いた一文字1502、そして175027。まあ、4つの数字が、共に、まあ、下のミケランジョの書いた数字の中に、ベネチアーノの数字が、まあ、含まれているということですね。で、ベネチアーノについて調べてみます。これはベネチアーノの書いた、まあなまあ、謎のスケッチがということなんですね。これも私は一タあるというふうに判断しました。 まあその理由は、この続くビデオの中で説明します。左がビケランジェルの書いた。 レプタリンの文像の中の絵なんですね。で、よくこう比べてみますとですね、まあ酷似しているというレベルを超えて、はるかにまあ同じなんですね。まあ皆さん自身で判断してください。インマイナスかポーズね、それから細かい細部に至るまで同じなんですね。ということは、えー、完成度の点から考えましてね、ミケランジョロの絵を、まあ盗作して、ベネチアーノが描いたということになるんですけども、まあそういうこともあるのかなというふうにも考えられますし、あるいは同一の画家だったかもしれませんし、あるいは、このベネチアーノの絵がですね、ひょっとしたら、ミケランジョロ、 ジェロ自身の手によるものかもしれません。すなわちこの人の背中にはヒレがあることにも注意してください。で、まあミケランジェロとベネチアーノを、まあ、比較してみますと、ミケランジェロとベネチアーノはですね、ほぼ同じ頃に生まれて、ほぼ同じ時期に活躍し、ほぼ同じ頃に、まあ、亡くなっているということですね。まあ、緑の青い線があミケランジェロの、まあ、ラインということ、ライフラインですね。下がグリーンがベネチアーノのライフラインということになります。 となりますと、ベネチアードは、まあ、このアイデアをどこでどのようにして手に入れたかというとですけども、互いに接点はありません。そして、このアタゴさんから、まあ、衝撃的な事実が伝えられました。この数字についてですね、まあ、アタゴさんが、まあ、あの発見なさったことですけども、775027と読むとですね、77、えー、というのは、えー、イエスのことである。復活は50というのは、まあ 復活。ならは聖書である。と。まあ、古来はね、あの、信者の方たちはですね、こういった数字によって、まあ、暗号によって、互いの情報を交わしていた。いましたね。ですから、そういった数字がこの中に織り込まれているということなんですね。七7イエス。そして、号令は復活。そして、ならは聖書である。と。まあ、そういった意味をこの中に読み取ることができると。アタムさんの、これはまさに大発見ですね。 そして同時に775027と同時にですね、ミケランジェロはダヴィンチのまあ自画像をですね、そのままこの絵の中に焼き込んでいるという点に注意してください。で、続いて検証をしてみます。で、今言いましたように、このミケランジェロの描いたレプタリアの群像の絵の中の775027、これはまあアタあさんの説で、私はもうほぼ決まりだと思います。下がですね、ダヴィンチの、まあ 自画像と、してから、えー、一番左がですね、あの、ミケランジェルの書いた、まあ、 ダビンチ像とということになるわけですねそして、まあ、ダヴィンチはですね、こうした775027という数字を当然知りながらえ、自分の死亡日をですね、それに合わせたということになります。ですから、ダヴィンチの正式の死亡,日死亡日はですね、67歳の5月2日ということになるわけですね。ですから、ダヴィンチにしてみれば、まあ私はそろそろこの世を去ることにしようと、そして、まあ、5月2日に死んだことにしようということにしたのかもしれませんね。そうした事実を知ってましてね。で、そのことをミケランジロが知っていて、そしてそれをスケッチガの中に書き込んで とということになるわけです、まあ、そう考えますと、まあ、以上の、まあ、この絵の謎がですね、ざっと解けるわけですね。でもう一つ、5027についてちょっと気になったことがあったので調べておきます。775027。まあ、これはですね、聖書の、まあ、ナンバーが振ってありますけど、聖書の番号ではないかというふうにも考えられるわけですね。50, 章50節第27章という意味ですか。でエ,レエ,レミエレミアという、まああのー、書があるんですね、旧約聖書に。でその号令 27を調べてみることにします旧約聖書の50節27章ということになりますエレミア書ですこのエレミア書というのはかなり過激な文章でしてね旧約聖書の神が民に命じてバビロンのバビロンを崩壊させるという物語なんですねで旧約聖書の神はですね民に命じてそして、まあ、バビロンを滅ぼせとそして戦が始まったというわけですね それで、まあ、バビロンが崩壊していくと。そういう、まあ、物語なんですね。で、これが23章ですね。で、お前を取られるために罠にかけたが、お前はそれにかかった。なんてね、バビロンに向かって神が叫ぶわけです。で、お前は死をね、敵にしたので、まあ、滅ぼされるんだと。という内容の、 聖書なんですね。そして26章には次のようにありますね。そこに残るものがないようにしろと、完全に滅ぼせと、という命令なんですね。そしていよいよ号令2 7にやってきます。そのお牛をことごとく殺せ、それを放り場に下らせよと。 それらのものは災いだ。その日、その罰を受ける時が来たからだ。ここで出てくる大牛というのは言うまでもなく、ミトラ教の代名詞です。えー、ミトラの、まあ、代名詞、すなわち大牛ですね。そして、まあ、キリスト教の場合は羊ということになるわけですけどね。そして、まあ、こうしてバビロンは滅んだと。それが五十節二十八章ということになるわけですねで、まあ。結論ということになりますけども、もうお分かりかと思いますけども、 こうした数字を並べていますとですね、775027。そしてこれはアタムさんが発見させたんですけども、イエス、復活、聖書という意味の、まあ、いわゆる暗号ですよね。 まあ、先ほど言いましたように、まあ、深夜の方たちは昔ですね、隠れて進行するときはこういう暗号を使って互いの会話をつく取り繋いでいたということになるわけですね。そして、その数字を知っていてダ、ダヴィンチが自分の死んだ日をですね、67歳の5月2日に設定したというわけです。なあち、ダヴィンチは自分のまあ死亡日をですね、こうしてまあ設定した、計画したということになりますとダ、ダヴィンチはその日には死んでいないということになりますね。 まあ、その日に合わせて、まあ、そういった数字に合わせて、自分の死亡日を決めたということになります。なあ、ち、まあ、ダヴィンチ、まあ、これ、ダヴィンチですよね。ダヴィンチは67歳の5月2日に死んだというのは、これは、それはあの、そういった数字を知っていて、それに合わせて死んだことにしたということになるわけです。そして、そのことをミケランジェロは知っていたわけですね。そして、その数字を77502という数字をですね、えー、ミケランジェロは スケッチがなくない書き込んだというわけになります。なあち、ミケランジェロはダビンチの正体を、まあ、全て知っていたということになるわけですね。777502なそしてイボットというボスニア語で生きているんだぞということを書き込み、そしてミケラダビンチの顔をです、ね、右下に書き込んだということになります。なあち、ダビンチはイエスの1500年後のマリカタサイリンであり、そしてイエスは 5月2日には死んでいなかったすなわち、少なくともですよ。まあ、生きてるかどうかはわかりませんけれども、まだ生きてる可能性が非常に高いということになります。これがまあ今日の物語の結論ということになります。どうも、あたんごさん、大変な発見ありがとうございました。これはまさにあたんごさんの大発見です。And bye for now h e l l o this です。ミルリュ k e and Hiroshihayashi, in Japan。 The title of this video is Leonardo was Jesus Christ after 1500 years, why say Leonardo was Shamash in Babylonia. Nonsense! May you do spit out your words disdainfully when you read this title. Okay, please read two messages from Leonardo and Michelangelo before you do so. Da Vinci was 1500 years バビロニアのシャマーシであったと私が言えば、あなたはナンセンスと言って吐き捨てるでしょう。が、事実を積み重ねていくとそうなります。ダヴィンチとミケランジェロからの伝言を皆さんに紹介します。私の頭がおかしいと思う前に、まずその伝言に目を通してください。で、最初にミケランジェロからの伝言をお見せします。この中に数字1502に注意してください。1502を足すと8になりますね。その意味は、 25分後に説明するとして、まず昨日作りましたビデオ、ナン、no. バー1495をご覧になってください。では、また後でお会いしましょう。バイフォーナー。h a l l o o this is m e l l i u and Hiroshiyashi, Japan.Concocted this date by Leonardo da Vinci himself. Today's story is about the concocted death date of Leonardo who is said to have died on may the second when he was sixty seven years old. I say here, however, he did not die on that day or I say here his death date was concocted by Leonardo himself. This is one story about him and also I've got another story in this video to tell you that Leonardo was Jesus Christ after 1500 years. This story could be very much surprising, I know, for those people outside Christianity as well as for those people inside Christianity. But whatever I am, I believe in fact rather than in religions. So, it's 100% up to you how you judge this video, and I don't care if you think I am crazy. I hope not I am, but no one knows about ourselves well enough to understand the secret of God's. I may be one of them. Sumeru no Inanna Babylonia Mesopotamia Ishtar to Sono Ishtar 兄の鬱つまりシャマーシュと組んでキリスト教を立ち上げます急速に勢力を伸ばしつつあったミトラ教に対抗するためですギリシャ神話によればシャマーシュはヘリオスミトラはアポロということになりますで話を進める前に神聖数について説明しておきますそれぞれの神々にはそれぞれの神々を意味する数字つまりセイクリットナンバーがあります 神聖数と言います。例えば、アヌオは60、エンリルは50、エンキは40というようにです。イシュタールは15で、シャマーシュは20です。また、それぞれの紙には紋章があります。紋章にはまた別の数字が使われることがありました。例えば、ミトラは7、イシュタールは8、もしくは16というようにです。これを比数学と言います。ミトラ教の光線が、 あるいはミトラの光線が7なのもまたイシュタールの紋章が8方向に伸びる光線なのもそういった理由によるものですつまりこうした数や紋章で古代の神々は自分の存在を内外に示したということになります日本人の私たちにはなじみが薄い概念なのでなかなか理解しがたいことかもしれませんが例えばこうした比数学は曜日にも使われています 太陽を1とし、月火水木金土を6とし、1プラス6は7の比数学です。また話はぐんと飛びますが、空海が88個車巡りを設けたのも、比数学によるものです。8、8、8たす8は16、その1たす6は7というわけです。ミトラ教では、また密教では7を重要視しました。 時代は流れて、ニューヨークの自由の像の光線が7本になっているのもそのためです。でここで特に注意してほしいことは、シャマーシュの神聖数が20であるという点です。20です。シャマーシュの場合、その20にこだわって比数学が組み立てられています。で今日は結論を先に申し上げます。私は、ダ・ヴィンチは1500年後のイエスであったという説を唱えています。 決して結論が先にあったわけではありません。調べていく過程の中でそうした事実に気がつきました。もちろん言うなれば状況証拠の積み重ねです。またそう考えないとあちこちで辻褄が合わなくなることに気がつきました。が、状況証拠は状況証拠。が、そんな中、ミルリュさんから大変な情報がもたらされました。 ダヴィンチは67歳で5月2日に亡くなったということになっています。67歳5月2日です。この6752の数字を合計すると20になります。20です。つまりシャマーシュの申請数ということになります。が、この程度のことでダヴィンチがシャマーシュにそのまま結びつくということではありません。そこで登場するのがミケランジェロです。 ミケランジェロは大変奇妙なスケッチ画を描き残しています。私がレプタリアンの群像と呼んでいる絵です。その絵の中にダ・ヴィンチ自身がその右端に描かれています。ダ・ヴィンチだけが頭に冠をかぶっています。その絵の中に隠し絵の形で数字が書かれていました。それが七五零二です。これは私が発見しました。さらにその上に、 ボ,ルボスニア語で ivot つまり life, ライブと書かれて、リフと書かれていました。ボスニアというのはイタリアのすぐ東側、命、生きるという意味です。この7502がどういう意味かもうわかりですね。67歳の7、そして5月2日の5と2です。つまりミケランジェロは そのレプタリアンの群像の絵を通して、ダヴィンチはレプタリアンの王であり、まだ生きていることを示したと考えられます。もっとわかりやすく言えば、ダヴィンチは67歳の時の5月2日に死んだことになっていますが、まだ死んでいないと。と同時に、ダヴィンチ自身も67歳の5月2日に死んだことになっていますが、実は6752、7 5 2 6たす7たす5たす2の比数学を通して、自分はシャマーシュであることを言い残したと考えられます。話が入り組んできましたので、画面を見ながら説明をします。これがバウンダリーストーンと言われているものです。まあ、地上支配する王たちがですね、王権を渡され、そしてこのバウンダリーストーンをですね、その境界のところに置いておいたわけです。ですからこのバウンダリーストーンにはですね、神々のまあ、 文章が描かれていますこのバウンダリーストーンではですね、左にイシュタール、右にシャーマーシュの文章が描かれています。で、これもそうなんですね。左にイシュタール、そして右にシャーマーシュの文章が描かれています。まあ、イシュタールとシャーマーシュは兄弟ってことになっていました。まあ、日本ではいなんな。 鬱つですね。そして、シュメールでもイナンナ、鬱つです。で、これがヘリオスです。まあ、ヘリオスというのはギリシャ名でして、シャマーシュ、鬱つのことを言います。で、このシャマーシュはですね、まあ、鬱つ、チタン族に属していたわけですけども、ゼウスの息子のアポロが太陽神の位につきますと、太陽神の位を奪われます。そして、イスタールとシャマーシュは組んで、キリスト教を立ち上げます。これがイスタールですね。で、 シャ,シャマーシュがいて、そして、まあ、シャマーシュと組んでキリスト教を立ち上げるわけです。で、シャマーシュのこの頭の周りの降臨を見てください。ハローですけども、これが歴史上初めて、まあ、人間の歴史の中にあられる最初の降臨です。そしてシャマーシュは自らをイエスと語って、そしてキリスト教を立ち上げます。まあ、シャマーシュにしてみればですね、アポロの自分は上司にあたるわけですね。が、まあ、 戦争に負けてですね、そして、まあ、太陽の神の座を奪われまして、そしてその座をアポロに明け渡す。ということでですね、まあ、ぬす、まあ、パクったという意識はなかったと思いますね。で、アポロイコールミトラですね。これはギリシャ彫刻の中を見ればわかります。顔が全く同じです。で、右がヘリオスですね、シャマーシです。で、この光線が、まあ、表す、表されて、この非常に珍しいんですよね。光線とハローが左の彫刻、浮き風呂の中には両方描かれています。まあ、 シャマーシュが二重というのは、まあ、10というのは20の半分という意味が含まれていると思います。そしてイエスが、まあ、この降臨を引き継ぐわけです。ですから、今、まあ、カトリック・キリスト教では、一般的にこの降臨が描かれるようになりました。まあ、この今、その降臨を示しています。まあ、つまり、そういう流れの中でですね、シャマーシュ・キリスト、そしてキリスト教へとつながっていくということを、こうして私は説明、証明いたしました。で、これが、まあいなな、いナの発 エンディル派ということになるわけですね。で、カトリック教、カトリック、まあ左がカトリックということになるわけですね。チャーチン、ローマが、ローマ時代にカトリック教となって、イスタールはイースターと名前を変えます。現在でもカトリック教ではイースターを最大の祭りとしています。そして右がミトラ教ですね。7本の光線です。この7というのが、まあ、まあ一つの比数学になっているわけです。バビロニアでは七を非常に大,大切にしました。 えーまあ、これがあの現在の自由の像へとつながっています。アメリカのハドソン湾に立っている自由の像。これはあの、えー、リオニソースの像ですけども、男性ですよ。この7本の光線があります。それで、レオナード自身の、まあ、作られた、まあ、ある死亡に、 死亡日時です,日、えー、日ですね。で、その前にちょっと簡単に説明しておきますけども、ディオナルド・ダヴィンチのですね、えー、肖像は捏造された偽物であるということですね。上が元のデータで、そして下の像が、まあ、絵が描かれ、そして左の像が描かれというふうに書、まあ、いていったわけですね。これは、あの、驚いてはいけません。40歳の時にこの40歳頃のダヴィンチの顔を描いたんじゃなくて、実はですね、右のダヴィンチの絵の方があの古いんですよ。 てから前後が逆になってるんですね。ということは、同時に書かれたということですね。じゃあダ、ダヴィンチの実像はどんなかと言いますと、右、こいつか左もそうですね。この二つがダヴィンチの実像ということになります。このダヴィンチの実像をもとにして、データベースが作られ、そして最終的に、まあ、老人になったダヴィンチの顔が、まあ、 捏造されたということです。なわち、私たちが現在知っているダヴィンチの顔というのはですね、捏造された、まあ、偽物であるということですね。要するにダ、ダヴィンチは老人にな,になって死んだのではないということを、こういったところから私は導きました。なわちダ、ダヴィンチはですね、生涯一枚だけしか肖像画を描かなかったのではなくて、ダヴィンチの描いた絵はほとんどが全てダヴィンチ自身をモデルにして、あるいはダヴィンチ自身を、のモデルをして作られたデータベースをもとにして作られた 絵だということですよね。で、中央にいるのが私たちの、まあ、持っているダヴィンチのイメージですけども、右も、えー、その右、そして下、そして左もみんなダヴィンチだということです。特に今のこの右の方のダヴィンチに注意してください。この顔がですね、後でミケランジョの描いた絵の中に出てきます。で、この顔を比べてみますと、まあ、その精査は前回いたしましたので、興味のある方はそちらを見てください。この左の 人物ですねこれがレオナルド・ダ・ヴィンチの素顔ということになります。これはの 3D モデリングではできないんですね。あの何人かのま人と一緒にままああの一緒に描かれてますからね。あのレオナルド・ダ・ヴィンチ自身です。そしてこの顔は私たちが持っイメージとして持っているレオナルド・ダ・ヴィンチの顔と完全に一致します。完全ということはですね、もちろんあの変化を加えてありますね。あ カムネキを足したり、変形を足したりしてはしてありますけども、これがダヴィンチだということですね。が、そのことをですね、ミケランジェロは実は気がついていました。で、ミケランジェロの話をしますけど、ミケランジェロは大変奇妙な絵を描き残しています。まあ、このスケッチ、弟子がスケッチした絵、元絵はあったということで、まあ、現在残っているのは、弟子がスケッチ、いわゆる描き写した絵だと言われてますけど、これがレプタリアンの群像です。 で、この中には、あの、自分の顔をペローと脱いでいるレプタリアンが何人か描かれていて、そして体はですね、ボコボコのって言いますかね、独特の、まあ、肌、皮膚をしているわけですね。小豚だらけです。そして、まあ、なんて言いますか、あの、まあ、この人なんか今あの、自分のズボンを脱ぐように皮膚を生いているところですね。で、この中にダヴィンチの いわゆるこれ一つねこの人がダヴィンチ自身だということです。頭にあの王冠をつけてますね。花の王冠を。ですから、この中のダヴィンチの群像の中の蝶だということがこれでわかるわけです。で、この絵はミケランジョロが描いたものだと言われています。それをまた弟子が描きの写して残したものだと言われています。で、この中にダヴィンチがいます。これがダヴィンチです。で、この顔を比べてみてくださいね。で、この顔と、先ほど紹介しましたダヴィンチの顔と比較してみますと、 同じだということがわかります。まあその前にこの頭に王冠をつけているところに注意してください。なあち、まあ大体あの中世の言ってるのは右端右足あるいは左足に、まあ一番最も重要な人物を書くという、まあ習わしがあったようですね。で、この中に数字が隠されていることに気がつきました。 皆さんお気づきですか、まあ、先ほど紹介しましたので、もうお分かりかと思いますけども、まあ、この顔とですね、そして先ほど紹介しました、これがダヴィンチだよっていう顔と比較していますので、皆さんも注意深くご覧ください。この顔ですね。そしてこの顔です。で左はミケランジョの描いた、まあ、ダヴィンチの顔ということになりますし、右は一応ダヴィンチ自身が描き残したスケッチということになっています。そしてこの細かいところを、あの こうして照合していくと全く同じであるということに皆さんもお気づきになると思います。特にこぶ、それから傷、それからまあ鼻の形ですね、あれからまあ三白岩、まあでまあ、ダヴィンチは三拍岩ですけどね、というようなところ、まあ、全体の輪郭ですね、そういったところを注意してみてください。特にこの耳の下にこぶがあるのがダヴィンチの特徴ということになります。 ここが重要ですよ。なぜかと言いますと、ミケランジェロはダヴィンチの顔を正確に模写していたということになります。なあち、このレプタリアンの群像の中に描かれているこの男性はダヴィンチであるということをミケランジェロはこの絵を通して私たちに訴えているということになります。まあ、言い換えますと、まあ、二つの意味があるわけですね。一つはダヴィンチはレプタリアンであったということ。そして、今ここから示しますように、ここに7502という数字が出てきますが、これは2人に見えますよね。 で、まあ、このダヴィンチがですね、今、ズボンを履いて、靴下を履いているわけじゃなくて、靴下を、足,足の皮をベローッとめくっているところなんですね。なあち、ダヴィンチはレプタリアンであったということを、メケランジェロはこういう形で示しているということになります。で、他の、まあ、中に皮,皮を剥いている人が3人いますね。で、皮、服を着ているわけではありませんよ。左の上の男性はね、皮を履いてるんです。真ん中の男性は、自分の、まあ、 皮膚をやっぱりめくって、神秘をですね、めくってるところです。で、左下の男性もやはりズボンのように見えますけども、これはズボンではありませんね。皮膚、皮膚ですね。そういう、まあ、いわゆるレプタリアンというのはこういう形で脱皮していたということになります。で、これがダヴィンチ自身だということになります。 で、まあこういう形で、ミケランジェロはダヴィンチが、まあレプタリアンであったということだけを示すのだけ,だけではなくて、実はこの絵の中に先ほども紹介しましたように数字が隠されています。7、5、0、2という数字です。なあち、ダヴィンチは67歳の時に5月2日に死んだと。両側にもう2文字数字がありますが、7、7と読むことができます。私はダミーではないかと思っていますけど、今、まあ、その謎はまだ解けていません。で、 いわゆる、まあ、数学といいますかね、神聖数について、もう一度おさらいしておきます。こうして、まあ、バビロンの神々のケースの中に、60、50、40、12、20、15という数字があります、現れますけども、シャマーシュは20です。 シャマーシュは20ですよ。そこが特に重要ですから覚えておいてください。そしてまあもう一度この、私はですね、この棒を持ってますよね、みんながね。その棒をたどってみたら、それがまあそれぞれ数字を、ついてここにまあ集まっていることに気がつきました。そして、7502という数字が浮かび上がってきたのです。で、両端に77という字があるんですけどもね、そちらの方にはそれを示す棒がありませんので、この4文字が重要だよと、まあミケランジェロはそのようなメッセージをこの絵に託したのではないかと思います。 いわゆる67歳の5月2日,2日にダヴィンチは亡くなったという意味ですね。で、なぜこんなことをビケランジュロが書いたかですけども、実はこの上にボスニア語で文字が書き込まれていました。今これからそれを紹介しますが、ここに i がある。そして v がある。そして全体、これ大きいですけど、大きな丸がある。o ですね。そして t があります。 イボットと読むでしょうかボスニア語で先びましたように、life、あるいは live という意味なんですね。命、あるいは生きているという意味なんです。なあち、67歳で5月2日にダヴィンチは死んだことになっているけれども、実はダヴィンチは死んではいないあ。まだ生きているという意味で、ミケランジョロはイボットと書いたものと思われます。なあち、ここに、まあなんて言いますか、あミケランジョロのメッセージが、 まあ織り込まれているということになりますね。で、もう一度、ボスニアがどこにあるか見ていただきたいと思うんですけども、えー、ブルーのところがイタリア、フィレンツですね。で、ボスニアはその海を挟んだ反対側ということになります。ですから、まあ、言語としては、あのお互いに行き来していたまあ国同士の言語ということになりまして、あの、まあのまミケランジェロがそうした文字を使ったとしてもおかしくないわけですよね。で、ミケランジェロはこうしたレプテラの群像を残しました。そして、この 群像の中に7502。両方一番左の方も、ね、7に見えるんですね。ですからなぜ77を書いたのか意味わかりませんけども、7502という数字をこの中に折り込みました。で、同じようなあんまり隠し文字の絵を私は見つけました。これがその絵なんですけどもね。 まあ、ここに作家の名前が出ていますけども、私はこの作家のことを知りませんけど、ほとんど、まあ、ダヴィンチと同じ時代に、まあ、活躍した画家ですよね。画家です。んさで、この中にもやはり数字が書き込まれているのわかりますか ?502 と書き込んでありますね。この場合は1502と書いてあります。まあ、なぜこんな数字を書いたかですとも、やはり5月2日とも読めるわけです。下がミケランジョの書いた隠し絵です。7502と中央に読めますね。一番左が繰り返しになりますけど、7二 見えるとで 7, 7ででが挟んで 7, 5, 0, というふうに書いたように私は思います。というふうにまあ隠しまあ、いわ、いわゆる一文字ですよね、今で言うね。まあ、一文字は現在珍しくありませんが、で、このダヴィンチは繰り返しになりますが、5月2日、すなわち67歳で死んだということになってますけども、ここがおかしいわけですね。ダヴィンチは67歳の5月2日にまあこの世を去ることに決めて、そして人々にはそういうふうに思わせて、まあ、 この地上から姿を消したというふうに解釈できるわけです。で、先ほど言いましたように、この老人の顔は作り物、いわゆる捏造された肖像画ということになります。 でこうした事実を積み重ねていきますと、その向こうにまた別の、なんて言いますか、えー、事実が見えてきますね。左がシャマーシュ、イスター、そして右がシャマーシです。こうして二人はいつも顔になっていますか、ペアであ扱われることが多かったんですねで。シャマーシとこのイスターの関係はアダムとイブの関係だというふうに説く、まあ、人も、これは私のせいではなくて説く人もいます。そして、えー、1500年後のイエスが、皆さんの今見ていただいている中央の老人です。でこの老人の の顔とダビンチの顔は精査していきますと同じです。それも前後で紹介しましたので、興味のある方はそちらを見てください。なわちまあ、私はこれがですね。あのミラノのセムシオ男ではないかと思っています。あの中央のね。赤いあの老人がね。これ、ミラノのセムシオ男があのミケランジェロのペーターペーラ像を作るわけですね。 あの、という噂が立って、ミケランジョロはそれに腹を立てて、夜中のうちに、る教会へ忍び込んで、ミケランジョロ・ブランルティという名前をですね、彫、えー、り込むわけですね。という逸話も残っています。で、いわゆるレオナード自身がですね、自分の、まあ、死亡日をですね、えー、捏造したと。なあち彼は、5月2日の67歳で彼は死んでいないということになります。ということを考え、まあ、 あの、この、この数字があまりにもできすぎだということですよね。そして足すと20。なち、これが、あ ダヴィンチが私たちに、人間に残した、うん、最後のメッセージということになります。なあち、私はシャマーシュであると、まあ、そうして宣言して、この世を去ったというふうに考えられるわけです。そして、ミケランジェラはその事実を知っていましたね。ですから、一番右にダヴィンチの肖像を書き、冠を被せ、そして、7502という数字をですね、このレプタリアンの群像の中に織り込んだというわけです。そして、イボット。 ボスニア語でライブという一文字を書き込んだということになります。なあち、ダヴィンチャー、えー、ね、67歳の5月2日に死んだことになっているけども、死んでないよということをミケランジェロは知っていたわけです。で、こういう絵を書き残して、 ま、考えてみれば、こんな絵そのものが実に奇妙な絵なんですけどもね。そして繰り返しになりますけど、ここにいるのがダヴィンチ自身であり、その顔は先ほど紹介しましたダヴィンチの顔と一致し、左の顔はダヴィンチの現在私たちが知っているダヴィンチの肖像画の顔と一致するわけです。まあ、特に目なんかを見てくださいね。目の鋭さ、三拍眼。これがダヴィンチの特徴ですね。 そして、繰り返しになりますけども、ダヴィンチは、このダヴィンチは王冠を被っていた、なわち、レプターネの群像の中の王の中の王ということを示しているわけです。で、私は、こういう形で,ですね。まあ、このダヴィンチというのは、えー、1500年後のイエス・キリストであったという結論を導きました。そして、今回ですね、ミレリオさんが えー、7、5、五、5、零のね、合計足して二十になるという事実を教えてくださったおかげでですね、謎を解くことができました。すなわち、これが仏性だということになるわけですね。えー、イエス、いわゆるシャマーシュがイエスになり、イエスが千五百年後にダヴィンチとなって、そしてまたこの世、古典が地上から、人間の前から姿を消した。それが六十七歳の五月二日ということになる。そしてダ、ダヴィンチ自身がですね、私はシャマーシュだよという、まあ、 メッセージをその数字の中に織り込んだ。そしてそれをですね、えー、メキャランジュロが知っていて、そしてそのメッセージを、えー、レプタリアンの群像の中に、まあ、織り込んだということになります。ナーチ、まあまこの事実はいろんな、まあ、まあ、事実はですね、また他のいろんな事実へとつながっていくわけですけども、ダヴィンチは死んでいない。 まあ、イエス・キリストはまだこの世の中にいるということにもつながっていくわけです。そして、現在の私たちの生活のすぐそばにいるということにもなるわけですね。まあ、それをロマンと捉えるか、恐怖と捉えるか皆さんのまあ立場である問題ということになりますがね。まあ、そういったことも考えられるということですね。シャマーシュ。すなわち、これがイエス・キリストになったということです。まあ、これでだい,たいまい、あ 神の流れははっきりしてきましたね。ということで、Thank you very much for watching, and see again next time. Bye! では、ミケランジェロからの伝言を皆さんにお見せします。これがミケランジェロの書いたと言われているレフタリアンの群像です。現在残っているのはそのスケッチと言われていますが、このミケランジェロの… まあ、レプタルの群像ですね。それと大変よく似た絵が下のベネチアーノの絵です。これはランスケさんという方がお届けてくださいました。で、この中にも一文字が書かれています、えー。注意深くご覧ください。私が知る限り、この一文字に気がついた人は私以外にいません。ここに1502と書いてありますね。で、この1502の意味について、ミリリオさんが合計すると8になる。すなわち、イスタールの 非数学、非数字であるということを私に教えてくださいました。それで合点が行き,、まあ、きましたと言いますかね。なるほどと思いました。ミリルさんの大発見です。150に足すと8になります。この8に私は気がつきませんでした。 で、この八がどうして重要かと言いますと、イシュタールは、いわゆる金星のマークをですね、使っているわけですね。8ポイントドスターと言いますけども、八方向に伸びる、まあ、光線が八方向に伸びる星をイシュタールは紋章としていました。なおち、八というのはイシュタールの代、まあ、名詞ということになります。で、左がイシュタールの紋章です。右もそうですね。で、これがイシュタールの、まあ まあこれはあちこちにも使われています。現在のバチカンにもこの模様があちこちに使われています。で、これがイスタールですね。バビロニアのイスタールです。日本の縄文のヴィーナスと同じ顔です。で、この1項0 2を足しますと8になる。すなわち、これはイスタールの意味していると。そうして考えますと、ガテがいくわけですね。そこでもう一度、この、まあ、絵に注意していただきたいんですけども、ここに、見ていただきたいんも、ここにいるのがダヴィンチということになります。それは、あのこの前の ここで、紹介しましまたで上の絵がダヴィンチと、そしてまあ、右の上のですね、右がこれがミケランジョの描いたダヴィンチです。このまあこの同じと言いますか、花の模様を冠かぶっているところ、みんな同じなんですね。そうするとこのベネチアーノと人はどういう人かということなんですけども、まあ、ともかくもこのミケランジョの描いたレプタリの群像と、まあこの 今このベネチアの絵が一致するわけですで、ね、中央に描かれているのが、これよく見ますと、鳳凰なんですね。そして一番左のが誰かということになりますけれどもこのの、この人だけは女性っぽいんですよね。あとの人はみんな男,男の顔ですけど、この人だけは頭も女性頭ですし、まあ、肩幅が張ってますけども、全体として見れば、えー、比較してみると女性っぽいわけですね。なあち、これがマドンナということになるわけですね。なあち、イスタールです。なあち、まあ、ビケランジェル、まあ、か、あるいはその、 ベネチアーノがですね、このような形で、この一番左に書かれているこの人はマ、えー、ドンナ、すのわち、イタールってあることを示したわけです。背中にひれがあることに注意してください。そしてガバ、ゴボゴボっとした体つき。そして、この人はスカート、ズボンを履いているのではなくて、皮を脱いでいるところですね。そして、顔をよく見ていただくと分かりますように、やはりどこか女性っぽいです。で左の人もどこか女性っぽいですね。 まあ女性か男性かということはこの図だけでは分かりませんけれども、まあ、他の絵と比べていますとやはり女性っぽいなわちイスタールどんなということになるのではないでしょうかということで、まあ、ミリールさんからいただきました情報をもとにですね、まあ、これはベ、まあ、ネチアーノの、えー、メッセージということになりますけれども絵の雰囲気からして、まあ、あのミケランジョロの描いた まあこのミケランジョロの書いたレピュタルの群像よりは、やや、まあ、なんて言いますか地質と言いますか、雑と言いますか、うまくないなという感じはしますけども、まあ、これがミケランジョロからの伝言ということになります。1、5、0、2、加えると8になる。すなわち、イスタールの非数学、非数字ということになります。ということで、大いに関係あるというふうに判断しました。いかがですかということで、続くビデオ、イエスは、 Da bye for now, bye hello this is Hiroshiyashi, Hamama City, Japan. Too much unbelievable to believe why I say here today's story is too much an unbelievable story about Leonardo. When I say that Leonardo is Jesus Christ after fifteen hundred years, most of you would think that Hiroshi has become insane at last. But one thing I believe is that I am not, believe it or not.This is my logical consequence. ダヴィンチは1500年後のイエスであったという誠にもって信じがたい話です。こんなことを言うと大抵の人はこう思うでしょう。とうとう、あの林博士は頭がおかしくなったと。私自身が信じられないのですから、実のところどうしようもありませんという話です。きっかけは一枚のこの絵です。 今のところ誰の絵であるかは伏せておきます。皆さんご存知の中世のある有名な画家です。今日の物語はここから始まります。で、この子供たちの目を見ていただきたんですけども、虐待された目ですね。えー、いわゆるまあ、虐待された目としか言いようがありませんね。腫れ上がっています。そして、まあ、右の絵はですね、ダヴィンチとボッテチェリのまあ共同作品と言われてますけども、まあ、こうした子供の顔をまず見てください。 なぜこんなところに虐待された子供の顔を描いたかってことなんですよね。で、この絵を順に見ていきます。で、ここにですね、また奇妙なものがあるんですね。骸骨です。まあ、隠し絵ですから、はっきりと骸骨というふうにはわかりませんけども、白く、まあ、骸骨らしいものが描いてあります。で、もう一度この絵を見てみますが。えー、この子供ですよね。で、ここに一人の人が、あ子供を抱いています。 そして、下のその足のところにはですね、真っ白の顔の人物が描かれています。まあ、よく見るとこれ骸骨なんですね。首がありません。首の下がないんですね。なあち、一人の子供の骸骨だということになるわけです。なぜこんなところにこの骸骨を描いたかということなんですよね。まあ、そこはまあ大変大きな疑問ですけども、この中央の上の、ね、人は子供を抱いています。そして、その子供がですね、下の骸骨になったと私は考えました。 実に奇妙、不気味な絵ということになります。で、えー、順に見ていきますが。えーまあ、今言いましたように子供の骸骨がですね、足のところにずっとあります。となりますと、この中央の人は誰かということになるんですけども、まあ第一にこれを女性か男性かということになるわけですけどもね、もちろんこれはカトリック。 教会の絵ですから当然、まあ、イエスかマリアかということになるんですけども、この人はマリアなんですね。みんなダヴィンチの時代告知の絵ですけども、衣服が、まあ、全く同じ、まあ、色で、まあ、コンセプトで描かれているということです。まあ、注意してみてください、まあ。赤い服ですね。そして、えー、マリンブルーの青い、まあ、衣服ですね。 マリンブ,リアブルー、なあちマリアのブルーティムですよ。で、長い髪の毛、チリザ髪の毛ですね。そしてこの下にもですね、いやいや赤いのが下から出てるのを分かります。ということはやはりこの今あのお見せした絵の中央に描かれている人はイエスではなくてマドンナ、すなわちマリアということになるわけです。で、続く。 絵を、まあ、さらに検、続いて、まあ、さらに絵を検証してみたいと思いますが、これがマリアであること。ここは確,あの確認しておいてくださいね。で、マリアがですね、骸骨の上に座って、そして、まあ、人を見ているという絵なんですね。そして一番上にいるのはエルシャダイ、すなわち神ということになるわけですね。まあ、神は、まあ、なんて言いますかね、子供、神の子供はですね、天から授けた、すなわち、まあ、あてがわれると私は言いますけども、あてがわれたということをこれが表現していることになるわけです。 となるとですね、ここにいるのがですね、人間かどうかという問題なんですよね。この人なんですね、まあ、ここにマリアが中央にいますが、この右の,あの絵のね、 あの左の下のところを見てください。ここにまあ実に奇妙な裸の老人が書かれています。でこの人は誰かなぜこんな顔をしているのかということなんですけども、この絵はまあ,あ,のあちこちに出てきますね。シヌレッリの絵にも出てきます。そしてこの絵にも出てきますが、このダヴィンチとボテチェルの描いた絵の中にも出てくるわけです。まあ、この全然違うじゃないかというふうに見られるかもしれませんけども、そこはまあ注意して見ていただきたいんですけども、右のイエスの 首を見てください。喉ぶときが真ん中にあって、そして肩、肩っというか首がですね、まあ逆三角,三角形ですね、三角形風に非常に広いということに注意してください。そして、細かいところを見ていきますと、このように位置するんですね。そしてこの首がこうなっていると。 そこでこの首をですね、大きくしていますね。で、この首はですね、まあ、あなた自身のでもいいんですけども、首と見比べてみてください。中央に、あのー、喉仏があるんですよ。そして右の方にも同じように、えー、な超なでん型といいますかね。で、左の方がダヴィンチの書いてあるんですけども、ダヴィンチはこんな絵も書き残してるんですね。まあ、これ長い間論争があって、まあ、鑑定の結果はダ、ダヴィンチねということになりました。ここに大きな三角形のくぼみができます。で、左の人はですね、頭をグッと下げてますから、なでん型であるかどうかわかりませんけども、異様な で、この人なんですね。そしてもう一つ、この顔で今度比べてみたいと思うんですけども、この右のですね、先ほどの絵の中の人物、で老人ですわね。で、これよく見てみますと同じなんですね。しかし、右の絵はですね、これはあのダヴィンチの絵ということになってませんよ。ですから、私は誰の絵ということはまあ今のところ伏せて,ておきますけど、わかりません。それは本当に言ってね。私はこれ、もこのまま見たらダヴィンチの、まあ、 えということになるわけですけどもね。あの、逆、逆に言いますと、このだ右、左のダヴィンチの絵は、おそらくダヴィンチの時代に描かれたものですから、おそらく手と熱してる、ね、かもしれませんけども、あの、後の絵ですからね。それも先にこの絵があるということは、ダヴィンチはこの絵を模写したこうと、模写したことになってしまうんですね。まあ、細かい話ですけども、ダヴィンチは盗作したという、 ことにもなってしまうわけ。それは今日の,もの,あのテーマじゃありませんから、あの横へ置いておきます。で、イエス・キリストがここに並んでくるわけですね。先ほど言いましたように、一番左の絵はダヴィンチの絵。真ん中の絵は、今はごめんなさい、伏せておきます。そして一番右の絵がボッテチェリーとダヴィンチの共同作と言われている、まあ、イエスの洗礼の絵ですね。 で、これら3人は同じ人物であるというふうに、まあ、私は見るわけですね。それは、あの、顔は違うかもしれませんけども、まあ、あの、細かいところをこれが精査していきますから、ちょっとお待ちくださいね。結論出すのは輪郭が違うじゃないかとおっしゃるかもしれませんけども、細かいところを見ていくと同じになるんですよ。これはまたね、中世の絵画の面白いところなんですね。 まあ林、林良しとんでもないことを言ってるように、まあ、感じてらっしゃる人は、まあ、あ林良しの荒さぐじをするつもりような、するようなつもりでね、見てください。で、この一番左の老人文で手の部分が色が移されてるんですね。私はひょっとしたらこれに成功があったんじゃないかと思うんですよ。それはまあ、まずいからこうして消したんじゃないかなと思うんですね。なあち、左の人物はこれ、レオナルド,ド・ダ・ヴィンチ自身なんですね。まあ、そのことも今日、後でもう一回、あの、追加的に証明しますけども、あと右の方がですね、今言ったイエスの洗礼の絵なんですよ。 そして、このなで型といいますかね、首をまた見ていただきたんですけども、この、よく見ると同じなんですね。先ほどちょっと、あの、似てないじゃないかと思う人がいたいらっしゃったかもしれませんけども、こうして細かいところを見ていきますとね、実に精緻にっていうか同じに書いてあるんです。あのー、なんて言いますかね、同じということは、あのー、同じモデルっていうか、あの、いわゆるその老人風には仕上げてありますけども、細かいところは同じなんですね。筋肉の付け方、あの、頬骨の出方、 おでこのの表現の仕方などね、まあ、右のイエスは目を解いてますからね。そしてこう人間にはない脇の下のところに奇妙な剣があるわけです。この剣は人間にはありませんね。皆さんにもないと思いますよ。ね、で右がイエス・キリストで、左がまあ私は1500年後の、えー、イエス・キリストだというふうにまあこうやって判断するわけです。 で、まあ、こうして1500年後にで,ですね、ルネサンスのフィレンツェのね、ルネサンスの木において、この老人が現れたということですね。で、このイエスは実はレプタリアンなんですよね。まあ、そのことは、そのこと自身、そのことはですね、ダヴィンチ自身が書き残したスケッチ画と比較するとわかるんですけども、それは何度もやってきましたので、まあ、ここでは簡単にしますけども、こうして奇妙なな出方、それから脇の下に奇妙な剣があって、あの指が異様に長いですね、このイエスもね。 あの、細くて長いです。そしてこの首がで半分でこれだけの太さですからね、右半分、向かって右半分は髪の毛に隠れています。で、ダヴィンチ自身がこうしたレプタリアンの、骨格像を描いてるんですけども、骨の数がこれ13個あるんですね、頸椎が。人間は7個ですからね。といわれた、あの、肩甲骨の形も違うことに注意してくださいよ。ですから、この、まあ、細い骨をですね、剣で、こうして、ま、支えたということになるわけです。で、すなわち左の、まあダ、ダヴィンチとボテチュールの描いた、 ベロッチョですね。ごめんなさい。最後だからボッテチェ言ってますけど、笑ってる人いらっしゃるかもしれません。ベロッチョですね。ごめんなさい。ベロッチョの書いた絵と比べていただくとわかりますけども、あのやっぱりこう剣が太いってことですね。えー、で、右がダメジの書いたあスケッチ画です。 えー、そして、まああのー、左の方もそうですね。で、これはミケランジョロ、ごめんなさい、ミケランジェロ,ロです、これは。ミケランジョロの描いた絵です、スケッチ画です。で、右もミケランジョロの描いたレプタリアンの群像ですけども、こうして、まあレクタ、レプタリアンと言われていた人はですね、このように筋肉というか奇妙なボコブがボコボコボコとついてるわけですね。で、ミケランジョロはあの果敢なくダヴィンチに挑戦していったという人ですから、ダヴィンチは相手にしませんでしたけどもね、あのこうして、まあ、絵を残してダ、ダヴィンチは、 レフタリアンであるということを表現したわけでありますでじゃあイエスはどうなるかということになるんですよねでイエスもやはりレフタリアンであったということを多くの 絵の中でしあの示しています。ベロチョですね。この、これ、コブラの方もしてますね。この、鱗のところを見ると、よく似てるの分かりますね。まあ、要するに、こうした絵の中にいっぱい隠し絵があるんですけども、先ほど言いましたように、虐待された子供もここにあるわけ。例えば、ここにですね、空に空あの鳥が飛んでますけども、これ、まず、あのもう、これを発表して2年近くなりますけどもあの、この羽を取ってみますとね、目を上げるところに緑っぽいも見えるんですけどもね、羽を取ってみると、羽を後から描いたんじゃないかと思うんですけどもね、これは明らかに今でいう UFO ですね。 UFO の形なんです。で、まあ、これはこうした UFO というのはですね、まあ、実際にまあ目撃され、それが、まあ、裏付けのとれてまあ、確認されているわけですけどもね、まあ、探してみましたら、ここにあるわけですね。1965年にえ確認された、あの、UFO ということになるわけです。 で、この上、空を飛んでいる鳥もですね、向かって右の面が潰れているんですね。で、これは鳥型 UFO である可能性もあるあの鳥型 UFO っていうのはあるんですね。静岡の A さんという方があの写真撮られて私に送ってくださいました。で、鳥型 UFO っていうのもあって、まあ、それを鳥型 UFO とも考えられなくない、ね、いわゆるホバリングしてるわけですね、はっきり言えば。まあ、このようにそのイエスの洗礼の中、ベロッチョとダビッチの描いたあ絵の中における、まあ、この人物などなどは全然実際奇妙なもんだ、奇妙な絵だということです。 で、もう一つのレオ,ダレオナルド・ダヴィンチの話に戻ります。デミがイエスの洗礼の絵ですね。まあ、この絵はもう実に不思議な絵で、中央に穴ーきドルメンが描いてありますね。いわゆる、まあ、人間の子供を閉じ,て閉じ込めておく、まあ、ローのようなものですね。そしてこの中に描かれているヨハネの指,指も非常に長くて細いですね。まあ、これも精査していました。そしてまあ、この中には、あの、水の中には、 手らしきもの足らしきもが描かれていますので今日はその先へ行きますここにこの奇妙な腰巻きがありますねでこの腰巻きがですねミケランジョロを彫ったピエタゾンえっと米、ね、あのですねあの絵の中にあるわけで彫像彫刻の中にあるのと似ているということなんですねしかしまあ右のピアノミケランジョロの絵はですねこれはあのあのダヴィンチの友達であったコーンヘッドね長頭人間を模して作ったものだと私は考えています 右がコンヘッドです。左がレオナルドの実像です。これは 3D プリンティングでは、モデリングではできない絵なんですね。二人が映ってますから。ですからこれが、まあ、あの、超等人間、コンヘッド。あの、評論書によればね、夫人と男っていうふうになってますけど、夫人じゃありません。顔をよく見てくださいね。変な顔してますね。そして、変な顔。ちょっとね、あの、ふさごと言ってはいけない言葉を言ってしまいましたが、ついでですけども、これは中国の,あの伝説です。 副議、まあ、と彼妹がね、だけが生き残ったと。ジョカ副議というのは、まあ、あのこうしたヴィタのような体をしてましてねあの、中国の創始者であるというふうに説かれてますけれども、このジョカ副議というのは、まあ、別のところで申し上げましたけど、これ延期なんですね。延期と、まあ ニフルサングということになるわけですけどもね、まあ、あのその話は今日、ニフルサングにあの手がね、フルフルっとしてますからね、そして、あの、イゾジンの高校会にも同じような図を、あの、いわゆる土器ということになってますけども、土偶があるんですよ。で、まあ、この、この服にはね、その、もういわゆる兄か妹かしませんけども、まあ、一般的には妹ってことになってますけどもね、あのシュメールではあの生き残るわけですね、洪水から。 あの、行春宇宙の時に、あのね、あの、あのし、芝線の式のね、あの、あの、よればでね、ご定本儀によれば、行春宇宙の時に、今日、洪水を収めて宇宙が暗いにつくっていうような記述もありますよね。まあ、要するにこれが、まあ、副儀ですけども、まあ、明らかに人間じゃありませんよね。ということを、まあ、中国の古い絵にもそういうものは書かれているということです。まあ、あの、ですから、あの、レプタリアン族ってのは珍しくないわけですね。で、同じように、これが、ベロチョと、ベロチョ、ごめんなさいね、先ほど、あの、 でから、あの、ダヴィンチの描いた絵の中にも残ってるってことなんですね。で、この指はですね、あの、時代国獣の中の袋の置物の下に描かれている指と一致しますね。で右下もスケッチなんですけども、まあ、これは日本では熊の足ということになってますけど、熊の足なんかじゃないことは道目瞭然ですよね。えー、そして、まあ、レオナルドはジ,ジーザスイエスであったという話になっていきます。で、まあ、こういうふうに外堀を自分に攻めて、あの、埋めてると言いますかね、あの、 順にあの埋めています。それで、まあ、こうして、中国のね、副、え、儀、ー、も同じようなあ、首、首をしていて人間ではなかったという、まあ、伏線ですね。そして、この、これは、あの、ボッテチュアやなかった、これは、あの、うん、えー、っと、まあいい、<laughs> す。ぐ名前が浮かんでこないもんですから、ごめんなさいね。それで、この、今、一番右が、あの、ダベンチのスケッチです。 シノレディです。ごめんなさい。名前今思い出しました。シノレディの中に出てくる老人ですよね。まあ、要するにこれ、あのー、一番左のがダヴィンチの素顔です。あのー、これがダヴィンチの本当の素顔なんですよ。もう何度も精査してきました。で、まあ、こう、部分的に精査してますと全く同じなんですね。これもね。皆さんよく見てください。で、まあ、こうして見ていくとですね、イエスは中央の まあ老人と同じである。あるいはあの一番左の,、ね、あのダビンチと同じというふうに見てもいいです。細かいところでね、あのコブのあるところ、コブの表現の仕方、シワ、それから方骨ね,ね、目の感じ、そ,れあのそういうところを見てくださいね。それであの口,口の表現の仕方というふうにこう順番にこうロジカルにつないでいくわけです。そしてこの左、一番左の、あまあ、 人物がダヴィンチであると。少なくとも100歩譲ってもね、中央と左の人物は同じ人物であるということは、こうして証明されていくわけですよね。そして中央の人物と、えー、一番右の、えー、イエスとは同じ人物であるということは先に証明いたしました。まあ、この辺が限界なんですね。限界ということは、あの決してあの合間にするつもりはありませんけれども、まあ、精査していく上にのいて証、ね、はまたここから出て,くる出てきますからね。ご安心くださいよ。で、じゃあ、ついでながら、えー レオナルド・ダヴィンチの実像というものをお話しましょう。これがですね、私たちが持っているダヴィンチの虚像ですね。これは 3D モデルに作られた虚像です。で、元々の顔はですね、今右とその下に出てくる顔ですよね。これがダヴィンチの実像ということになります。で、ダヴィンチはですね、生涯1枚の肖像画しか残さなかったっていうのは全く嘘なんで、でまあ、ダヴィンチが残した絵のほとんどは自分自身をモデルにして作り上げていった虚像の絵だということですよね。おそらくまあこれ全部プリンティングテクノロジーによって まああの描かれた絵ってことこになるわけです、まあ、それぞれ、ね、あのレタッチソフトとかなんか使って、まあ、適当に描いていった。ただ、右のと下のはですね、これはあのそういった 3D モデリングではできない絵なんですが、ね、理由は簡単なんですね。他のまあいろんなあの複数の人物が描かれてますからね。 今の現実、現在のギリっも、あの、3D モデリングで複数の人物を、まあ、合成すれば別でしょうけども、一枚の上で、紙の上で表現するということは、まあ、これから先わかりませんけどもね、今のところ不可能だっていうことです。でもこうして見ていきますと、これ全部同じ人物だってことですね。で、ダヴィンチの中央の顔もよく見ますとね、毛の中に薄くね、輪郭側に見えてくるんですよ、これ。あの、大きく拡大してみてください。ということは髪の毛だけ後からね、ヒなんかは後でくっつけたってことになるわけですね。 書き足したとかね、あるいはそのデータを貼り付けたってことになるわけですよね。こういうところはまたあのダヴィンチの面白いところでしてね。 まあ、ダヴィンチ中央の絵でみんな騙されてるわけです。そして、まあ、北欧の位置も一致してるっていうことも分かってるわけですね。で、小腹が小さくて耳が小さくて、そして下顎が出てるっていうとこも似てるわけですね。似てるというか同じなんですよね。これも何度も精査しましたから、動画、私のビデオまたご覧になってください。こういうふうに、まあ、ダヴィンチの本当の顔は右と下である。特に、下の顔に注意してくださいね。で、この顔が、あの、先ほど言いましたの下、下の顔がですね、あの、老人のダヴィンチ自身が描き、書き残したこの絵ですね、と一致するわけです。まあ、あの、 ちょっと一番似てないのでこう選んで、ここではね、わざと指定、あのー、させていましたけど、この小さい耳の表現の仕方、全く同じですね。あのー、私も自分の耳をね、あの鏡に映してみたんですけども、かなり私の耳とは違い,違いますね、やっぱり。あのー、違うということは違うんですよね。 で、また、耳をですね、名前も絵を描いて同じように表現できるということは、耳の中までね、どうやって描いたのかなと思いますけどね、顎の下にこうコブのよう絵のがあって、花の付けのにちょっと剣があって、で目尻がね、スーッと流れてるとか、まあ、いろいろ、こう見ていくと、めあの耳の下にね、コブがあるでしょ。これがダヴィンチ特徴なんですよ。で、鍵花で花の下が割れててね、そして口の下にコブコブができてると。これがあのダヴィンチの素顔の特徴ですよね。まあ、一、あのー、 こういうふうに精査していくと、この二人は同じであるすなわちれら全部同じ人の人物、レオナルド・ダ・ヴィンチだということがわかるわけです。まあ、これもね、林博士が発見したことです。あの、まあ、いろいろとね、ご批判もあると思いますけども、まあ、林博士はバカなこと言ってるなというふうに思われる方はね、まあ、そのように思っていただいて結構ですから、まだまだね、これ、あのこれ証拠が出てくると思いますよ。あの、はい。 まあ、それはいいです。これは、だから私は1500年後のイエス・ジーザス・クライスだというふうに私は、まあ、思いますかね。自分でこういう、こういうふうに調べていってそういう結果になるわけですよね。これは私決しては、初めに最初に結論がありきで調べていったわけじゃなくて、調べていくとそうなってしまうもんですから、調べた結果として自分がですね、最初に申し上げましたように、自分でそういう説を唱えながら、私自身が本当かいな、なんてね、思いながら信じられないような結果になってしまったんですね。 そしてマリアというのはイスターのことなんですよね。 で、イシスタールがローマ時代にイースターと名を書いて現在のカトリックに繋がっているわけです。結論はまあこの最初の絵を戻ります。このもう結論ですけど、最初にまあエルシャダイの方、一番頂上のエルシャダイにいて、その下にいるのはこれはイエスではなくてマドーナなんですね。まあ、これカトリックの途中、いわゆる性格なんですね。イエスの姿ってのは非常に影が薄いです。言わんやお父親のヨセフなんてほとんど出てきませんね。そして左に下にいるのがこれがイエスの可能性がある。あの、成功があったはずですけどもね、あの消されていると私も言います。 そして右にいるのがダヴィンチです。そして下にいるのがイエスなんですね。で、これ、4者がですね、下の4者が同一人物であるということになってきますと、ダヴィンチ。なおち、ダヴィンチは1500年後のイエスであった。可能性が高くなった。ますます高くなったという話なんですね。まあ、しかし、どんどんつないでいくとそうなってしまうんですね。皆さん、どう思いますこの人はその事実のつなぎ合わせを。 まあ、ちょっと飛躍しているところもあるかなっていう、まあ、そう、自分ではそう思ってませんけどね、皆さんの中にそういうふうに思われる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、ともかくも、ここにいるのはみんな一人のレオナルド・スナージー、イエス・キリストであったという楽しい楽しい話です。ということで、今日のどちらか、アンプリーバブルな話を終わります。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hello, this is Hiroshihayashi. ハママセリージャパン。Leonardo da Vinci was Jesus Christ after 1500 years.It's evidence and p r o o f ダヴィンチは1500年後のイエス・キリストであったかもしれないという話です。これが皆さんご存知のイエス・キリストの洗礼の絵です。ダヴィンチが他の画家と一緒に描いた絵だと言われています。で、次。 にですね、これがダヴィンチ自身が描いたと、まあ、証明されています老人の絵です。これが私が証明しましたダヴィンチ自身の素顔です。そしてこれが皆さんご存知の、まあ、ダヴィンチのイメージですね。で、これらの絵を比べてみますと、いろいろと、まあなて言いますかあ、分かってきます。で、その前にですね、神々の形像を簡単におさらいしておきたいと思います。 これがシュメールの神々のケーです。ここにいるのがエンリルです。まあ、地球の支配者ということになるわけですね。シュメールの時代には。そしてエンキがいます。そして孫にあたるのがウツです。太陽の神です。そしてイナーナですね。ここではクイーンオブヘブンと。 天,国天と地の女王ということになっています。これが続くバビロニアにおける神々の形図ですけども、この部分を拡大してみます。上の部分をね。そうすると、イシュタールが頂点に立ちます。イナンナンが頂点に立つんですね。そして、祖父にあたるエンリルがその下に下ります。イエエアですね。これはエン木のことです。そして、ウツはシャマーシュと名前,名前を変えます。太陽の神です。 で、イシュタールが頂点に立ちます。えー、八方向に伸びる金星の、まあ、星の形がですね、イシュタールのシンボルマークということになります。そして、この両者を比べてみますと、えー、両者って上がシュメールで下がバビロニアです。で、エンディルがここに来ます。で、エンキンがここに来て、そして、ウツがですね、太陽神のウツがシャマーシュがここに来ます。そして、イナンナはイシュタールと名前を変えます。 というか、まあ呼び名が変わるわけですね。変えたというよりも。それで、この神々の形図、もう一度ここを見ていただきたいんですけども、うつが、いわゆるシャマーシュになります。太陽の神です。そして、イナンナがイスタールになります。まあ、兄弟ということになるわけですけどもね。ただ、あの人間の世界と違いまして、神々の世界では、まあ、人間のようにセックスして、妊娠して、出産という関係ではありません。えー そしてこれがギリシャ神話における神々の形図です。で、この形図を見てみますとですね、まあ、この形図そのものがですね、私は正しいというふうには思ってませんけども、一応まあこの形図に従って話を進めたいと思います。で、この黄色い部分ですね、重要なのは。で、上がタイタン族、ティタン族ですね。下がオリンピアンズです。いわゆるゼウスを頂点とするオリンピアンズですね。で、ヘイロスはここにいます。これが太陽神ですね。 そして、ここにレアが言います。まあ、法上の神とも言われています。で、これを並べてみますと、まあ、こういう関係になりますね。シャマーシュがギリシャ神話ではヘリオスになると。そして、レアが、ごめんなさい、イスタールがギリシャ神話ではレアになると。まあ、レアというのはあのヘラ、ヘラにもなり、また、アルテミスにもなります。先は、あのー、 兄弟関係というのは、あの人間の兄弟関係というのは当てはまりませんね。まあ、それは、あの、どこかで説明しましたので、ごめんなさい。で、この、チタン族と、オリンピアンズは対立関係にあって、そして、結果的に、えー、チタン族が敗北します。と、同時に、ヘリオスは太陽の座を奪われます。そして、えー、ゼウスの息子のアポロが太陽神につきます。そこでですね、ここで重要なことは、アポロと、それから、えー ミトラがドイツ神であるということですねでこれはあのギリシャ彫刻の特徴なんですけども忠実にまあ顔を表現しています。それは 3D プリンティングテクノロジーを使っていたという一つの証拠になるわけです。左がアポロで右がミトラということになります。この両者の顔を比べてみてください。髪の毛は無視してくださいよ。で、アポロとミトラとは 全く同じなんですね。ということは、ギリシャ彫刻はですね、こういう形でアポロとミトラは同一神であることを示しました。なわち、まあ、ギリシャ神、ギリシャ彫刻は立体彫刻による、まあ、歴史書ということになるわけですね。で、ギリシャの神々はこういう形でアポロとミトラは同じですよということを、まあ、私たちに伝えているわけです。となると、ここで、まあ、 いろいろと問題が出てくるんですね。アポロはヘリオスの後をついていっていますか。後を,、まあをまあ、取ってですね、太陽神に着きます。そしてミトラはミトラ教を起こします。そして、全1世紀にはペルシア全域を支配する、まあ、大きな、まあ、勢力を持つわけですね。で、そのアポロとミトラが同一神である。これがあの一つのポイントになるわけです。 で、アポロとミトラは同一神である。まあ、これはあのギリシャ彫刻によって証明されるわけです。となると、ここで問題が出てくるんですね。え、全1世紀に、まあ、あの、アポロが、まあ、いわゆるミトラがですね、ミトラ教を起こして、えー、ペルシャ全域を支配する。で、まあ、当初はですね、ミトラ教は、まあ、このバビロニア、シュメール、 それから下のメソポタミアですね、全域で勢力を伸ばします。で、負けたティタン族の方のですね、ヘリオスはどうなったかという問題が出てくるわけですね。まあ、ヘリオス、なわち、えー、イナンナのウツの弟か兄のウツですね。それからあ、これがイスタールですね。イスタールとシャマーシュです。シャマーシュ。ウ、ま、ツ、あ、がシャマーシュと名を変えるわけです。 そして、イスタ,タール、それからシャマーシュはヘリオスと、まあ、ギリシャ神話では呼ばれるようになります。で、このミト,ミトラ、教に対して、イスタールとシャマーシュはキリスト教を立ち上げます。で、いわゆるそのヘリオスはですね、イエス・キリストと語るわけですね。で、キリスト教の方ではですね、まあ、キリストはですね、30歳以前のキリストの所在っていうのは全く不明なんですね。それもそのはずなんですね。はい。 で、勢力を伸ばして、ミトラ教に対抗するわけです。こうして両者の確実が深まるわけですね。で、ミトラは12月25日、当時の日に母、アナヒータの諸女会体の下で生まれ、そして3人の賢者がやってきて、ミトラの誕生を祝います。そしてイスタールはですね、ローマ国境、チョーチオブローマがですね、国境となると同時に、イスタールはイースターと名前を変えます。 現在、カトリックではですね、イースターを最大のお祭りとしているのは、そういう理由によるものです。もともとキリスト教と言いますか、ね、イースタール教というのは、イースタールが中心となり、ヘリオスを抱き込んで立ち上げた宗教ということになります。そして、教義、その他、あの内容はそっくりそのまま、ミトラ教のそれをまあ持ち込んで、自分たちの宗教を立ち上げたということになります。で、 もともとイースタールというのは、豊穣の神、女神なんですね。豊かな。多産で、多産ということは結局卵と、それからウサギ、まあ多産ですよね、を象徴としてイースターを祝うようになったわけです。そこでもう一度見ていただきたいのは、ミトラ教とキリスト教の関係です。まあ見ていただくとわかりますように、えー、全く同じなんですね。ただ、ミトラ教の方がキリスト教よりも古いということですよね。で、生まれたのもマヤであると。誕生日も12月25日である。 ということはあるわけですねそしてミトラは奇跡をいろいろと起こしてみせます。それはキリスト教と同じです。そしてただ最後の晩餐はね、ミトラは最後の晩餐をして天井へ帰っていきますけども、まあ、キリストの方は処刑前夜にやったということになっています。で、こうしてみますと、キリスト教は全くまあ、 ミトラ教洗礼ももともとミトラ教のものだったわけですね。で、地下や洞窟で、えー、神事を行うのもやはり同じです。ただ、立場はですね、あのミトラ教は太陽神を祀っていますけども、えー、エルシャダイ、なちキリスト教の方は、えー、誰が神であるかは明確にしていません。 で、こうした流れがですね、やがてフリーメイソンと、えー、キリスト教の対立へと繋がっていきます。左がミトラ教、右の方がキリスト教の流れということになりますね。で、イシュタールはあー、マリ、エジプトではマリ、それからヘブライ語ではマリアとなります。そして、えー、まあ、イエス、ヘリオスと組んでキリスト教を立ち上げます。 そして左の流れはフリーメイソンリーとつながっていきます。そして右の方はチャーシュローマその後のカトリック教会へとつ、カトリック教と、まあ、教会というかカトリック教とつな,がつながっていきます。ローマンカトリック、カトリシズムですね。とつながっていきます。で、このマリ、マリ、いわゆるマリアはどんなったかと言いますと、えー、その後、まあ、行方不明ということになるわけですね。 マリアも、それからキリストも、まあ、商とか天へ登っていくわけです。が、それで、まあ地球、地上から消えたと言いますか、消えたわけじゃないんですね。そして、1500年後に、えー、イスターのことを知っている、大変よく知っている、えー、人物となって、まあ、この世の中に再,あの出てく再現するわけですね。で、彼の名前は、レオナルド・ダ・ヴィンチであると。私は、そのように、えー 仮説を立ててみましたが、これはまた妙なことに、えー、いろんな事実と符合していくんですよね。で、この老人を見ていただきたんですけども、これは誰かということなんです。で、右があ、いわゆるその洗礼を受けるイエス・キリストですね。一見違った顔に見えますけども、細部を見ていきますと、大変よく似ているのが分かります。まあ、部分的な部分にこう比較してみますとですね、まあ、同じであるというふうに判断します。 まあちょっとね、右の方は若いし、左の方は老人ですから、比較しにくい部分もありますけども、丁寧に見ていきますと、同じなんですね。そして骨格ですね。えー、肩の上に三角形のくぼみができていると。そういった部分に皆さん注意してください。そして人間にはない剣がここにありますね。左の老人にもその剣があるんですよ。 脇の,脇の下の上ですよね、にあると。なあ,あち、右のイエス・キリストは左の老人と同一人物ではないかということになります。まあ、ほぼ同一人物と私判断しますそ,そして、そしてこの顔が私があの調べ上げましたダヴィンチの顔とつながっていきます。小さな耳、耳たぶのない耳ですね。これはもう一度後で簡単に精査していますが、他の顔でこのいわゆるコブの付き方、それから広い 口って言いますか、ね、で、鼻が途中で、割と足腹になっていると。といったところですね。そして、下顎がぐっと前に出ている。で、目の鋭さ、三白眼というところを注意してみてください。となると、真ん中の老人はダヴィンチということになりますし、右のイエス・キリストはダヴィンチ自身を模したものだということがわかるわけです。 特にあの首の上の方からね、付け根の方から、あーいわゆるまんて言うんですか、三角形に近い、あのー、太い、まあ、首になっているところにも注意してください。で、まあ、ここで蝶と人間の写真を出しましたけども、これはあのただ参考のためですけども、頬骨と言いますかね、あのー、が異様に太いということです。こういったところも共通しているということを皆さんにお見せしています。 で、ダヴィンチのじゃあ真の顔はどんな顔だったかですけど、これは皆さんがご存知のダヴィンチの顔ですけども、ーこれはあの 3D モデリングで作られた、まあ、顔ですね。というのはですね、あの、これ今お見せします4人の顔はですね、細部にわたって全く同じなんです。ということは、この年齢差がかなりあるにもかかわらず、こうした特徴を共通して持っていること自体がありえないことなんですよね。まあ、それ,れないことが起きているわけです。 ということは、真ん中の上の皆さんが持ってらっしゃるダベンチの顔はですね、いわゆるまあ、機械的にですか、3D モデルの方法で作られた顔だということになってくるわけですね。で、まあ、こうして、まあ、あの、顔の部分的な部分,部分をですね、比較してみますと、まあ、酷似しているっていうレベルを超えて同じだということです。細い眉毛がね、上ピンと上がっているところ、それからほくろがあるところ。皆さん自身でこの丸を追い,追いかけながらあ、検証してみてください。 なあじ、ダヴィンチという人はですね、一枚しか肖像画を残さなかったのではなくて、自分以外の顔は描かなかったというふうに考えるのが正しいということになります。なあじ、ダヴィンチはですね、すべてと言っていいぐらい、すべて自分をモデルにして、絵を、あの、人物像を描いていたということになります。ここに大きな、その、なってますかね、あ作語のあ原因があると思います。 すなわち、ここに4人にいる。まあ4人だけじゃないんですけどもね、ここにいる4人もですね、同一人物、すなわち、レオナルド・ダヴィンチであるということです。そして、この顔なんですね。左が今言いましたダ、ダヴィンチの顔。これいいですね。4者同じですから。そして、この老人とも比べてみますと、これがまた耳の形。中深くご覧ください。みんな同じなんです。 ちょっと変わった耳の形しますね。そして、えー、耳たぶんが非常に小さい。小さいというか、ほとんどない耳ですよね。そして、頬にも特徴があります。くぼみにも特徴があります。という顔、まあ、顔なんですけど、これが、あの、先ほど、イエス・キリスト、洗礼を受けるイエス・キリストの顔と、 同じだということを同じというか、まあ、ちょっとあの比較しにくい部分もありますけども、ほぼ同じだと私が判断したものです。まあ、幅の広い口。何かしらこう歯並びが悪い感じがしますね。そして人間には、あまあ、ないことはないんでしょうけど見られない太い、まあ、剣ですね。そして大きな首の付け根から三角形が出ています。そして髪の毛の生え方。 順に見ていきますと、あ同じだというふうに、まあ、皆さんもお気づきくださると思います。コブの作り方。なあち、右の男性は、リオナルド・ダヴィンチ、彼自身だということになりますね。そして、この顔がですね、イエス・キリスト1500年後の顔というふうに考え、私は考えます。なあち、すべて一人のダヴィンチだということです。 ここがポイントなんですね。で、真ん中の中央の顔は作られたイメージですけども、まあ、これ、私たちが持っているダヴィンチのイメージということになります。それにもう一人、この老人の顔が加わります。そして、このダヴィンチはマリアがイスタールであることを知っていました。これが受胎告知の絵ですけども、私が。 ここに、まあ、奇妙な足を発見いたしました。ここの矢印のところに注意してください。この矢印のところを見ますと、妙なって言います奇妙な、まあ、足の先がですね、出ています。まあ、これも誰も気がつかなかった。イコール言い換えますと、この事実を知っていたのはダ・ヴィンチ自身ということになります。そして私しかいませんよね。 まあ今はもうこうして発表してしまいましたから、多くの方が知るところとなりましたけども、ここにマドンナの足が出ているということです。そしてこの足はダヴィンチ自身が描いた解剖図でわれている足と一致するわけですね。皆さん自身で比較してみてください。なあち、ダヴィンチはマリアの正体を知っていたわけです。なぜ知っていたかということを、まあ、つもうちょっとあの考えながらこの絵を見てください。 こうした隠し絵手法は、シノレッリも使っています。これがダヴィンチの書いた、まあ、足の骨格,骨格図ですけども、これは日本では熊の足ということになってますけど、これは熊の足でないことはもう証明いたしました。人間の足、プラス、まあ人間にはない、まあ爪があるということですね。で、二人のマリアの話です。ダヴィンチはですね、えー、聖母マリアとマグダラのマリアが、 同一人物であったことを知っていました。なぜそんなことを知っていたかということですよね。上が岩窟の聖母です。聖母子。下が最後の晩さんの、まあ、絵ですね。中央にイエス・キリストがいます。その向かって左側に、まあ、マグダラのマリアがいます。これはもうマグダラのマリアというふうにまあ考えるのが主流ですね。上が聖母マリアです。 そして、この両者を比べてみますと、全く同じなんですね。左が最後の晩餐に出てくるマリア、右の方が岩窟の聖母子の中のマドンナいうことになりますよね。あの、ま、でイエスが子供ですから。左の方は、あの、まあ、最後の晩餐のマリアです。ですから、まあ、もし左がですね、マドンナであれば50歳を超えてるはずですけどもね、全く同じなんです。 そして、衣服もマリンブルー、マリアのブルーの服を着ています。皆さん自身でご確認ください。ということは、あダヴィンチはですね、マグダラのマリアと聖母マリア、すなわちマドンナが同一女性であることをこうして私たちに示しているわけです。が、なぜそうなのか、なぜこんなことを私たちに示しているのかということになりますよね。すなわち、ダヴィンチはマリアの、両方のマリアのね、正体を知っていたということです。 で、同じことをミケランジョロも知っていました。まあ、どういう形か知りませんけども、えー、ミケランジョロもそれを知ってたわけですね。これがあの聖母子です。右の方がピエタ像です。で、両者のマリアの間には30、少なくともね、40年近い年月が経ているんですけども、この両者のマリアは全く同じです。皆さん自身でご確認ください。 本来なら、右のマリアはですね、50数歳になっているはずですよね。キリストが33歳で処刑されたということになっていますからね。プラス、えー、妊娠した時の年齢を足せば、そういうことになります。が、まあ、右のマリアは全く年を取っていません。で、これに対して、まあ、キリスト教の方ではですね、聖母マリアは年を取らなかったというふうに教えています。 なあち、右の方はマグダラのマリアってことになりますし、左の方は聖母マリアってことになります。なあち、ミケランジェロもこの両方のマリアが同一女性であることを知っていました。なぜかなぜかなぜか疑問がどんどんと膨らんでいきますね。で、ダヴィンチの話に戻りますが、下がミケランジェロ。で、ダヴィンチはですね、 えー、聖母マリアとマグダロル・マリアが同一女性であることをこうして絵にしてみせました。そして、ミケランジェロは彫刻にして、それを私たちに教えています。なぜか、なぜか。裏を返しています。なぜダヴィンチがこんなことをしていたかということになります。もう一、結論ですけども、もう一度ここで見てください。なぜダ、ダヴィンチはこのような、なんて言いますか、足をですね、 取材告知の中に書き込んだのかということです。言い換えますと、ダヴィンチはそのマリアの正体を知っていたということになります。と同時に、えー、ダヴィンチは岩窟の、えー、聖母というものを書いたわけですね。で、マリというのは、まあ、魔女で、そして、えー、洞窟に住んでいるということを当時の、当時の <laughs> イタリアでは常識でした。そして聖母マリアとあマグダラルマリアは同じである。と同時に、う、え、つ、ー、はあイナンナの、まあ、兄弟。 そして、イナンナがイシタールとなるわけですね。なあち、この左のイエス・キリストと言われている人は、ウツなイナンナの、まあ、はい、兄弟ということになります。そして、この老人は1500年後のイエス・キリストというふうに考えるわけです。そして、これがダヴィンチのまあ素顔ということになるわけですけども、この三者は、まあ、大変というレベルを超えてよく似ています。 そして、私たちが知っているダヴィンチの、えー、まあ、これが、まあ、顔ですね。以上を総合しますと、どうやらダ、ダヴィンチという方はですね、1500年後のイエス・キリストではなかったかということになるわけです。巨大な謎ですから、あー順にまた考えていきますけども、まあ、一つの突破口と言いますかね。一つの、まあ、テーマになれば、 皆さんのね、謎解きのテーマになれば大変嬉しいです。ということで。